イツハクサデーは、イスラエル独立以前のユダヤ人組織、ハガナー及びハガナーの戦闘部隊、パルマッハの指揮官を歴任し、イスラエル国防軍創設にも関わった軍人である。モシェ、ダヤン、イツハクサデー、イーガルアロン。1938年イツハクサデー、イーガルアロン。1948年サデーは1890年8月10日に、 ロシア帝国領ポーランドのルブリンのユダヤ人家庭に生まれた。出生時の名前はイザック・ランドバーグで彼の母親は当地の著名なラビであるシュニュール・ザルマン・フラドキンの娘であった。第一次世界大戦が勃発するとサデーはロシア帝国陸軍の一員として戦闘に参加した。1917年ユダヤ軍団指導者ヨシフ・トルンペルドールと出会い、 ロシアにおけるヘハルツ運動への移民を支援する活動の創設に協力した。1920年にテルハイの戦いでトルンペルドールが戦死すると、サデーもイギリス移民党治療パレスチナへ移住した。パレスチナで彼は、ヨセフトルンペルドール労働大隊を設立し、自らそのリーダーとなった。また、1921年にユダヤ人の防衛組織、ハガナーが設立され、 サデーはその幹部メンバーの一人としてエルサレム方面の指揮官となった。トルンペルドール労働隊は1926年から27年頃にかけて活動を縮小した。1933年頃になるとサデーはハガナーの野戦機動部隊のデドットを創設しその指揮官となった。サデーの提唱したノデドットの戦術は、いわゆる選手防衛ではなく、 防衛のための積極的な敵組織への攻撃であった。1936年から39年にかけてのアラブ大反乱においてのデドットはアラブ人組織との戦闘に従事し、1937年には野戦中隊に拡張された。1938年にはイギリス軍人オード・ウィンゲートの主導で特別野戦隊が設立され、サデーの野戦中隊と共に戦った。 1939年には野戦中隊法師は野戦家に拡張された。1941年5月には特別野戦隊 SNS が規模拡張されて、ハガナーの精鋭戦闘部隊パルマッハが設立され、サデーはパルマッハの初代指揮官となった。パルマッハの目的はそれまでの対アラブ人組織だけでなく第二次世界大戦においてイギリス軍と協力し、 必要に応じて、数軸国軍と戦うことも含まれていた。この時期、パレスチナのユダヤ人社会移住部にとっての具体的な数軸軍側の脅威として、ナチスに協力していた、ビシーフランスの統治下にあったフランス委任統治領、シリアの存在と、ドイツ国防軍のエルヴィン・ロンメル将軍に率いられ、北アフリカに展開していたドイツアフリカ軍団ドックの存在があった。 北側の脅威であったビシー政権統治下のシリアは、1941年6月から7月に、かけての連合軍による攻撃作戦エクスポーター作戦によってこの地のビシー側、ナチス側勢力が撃退され、シリアが自由フランスの統治下となったことにより、脅威ではなくなったが、もう一つの脅威であるドイツアフリカ軍団は依然として存在した。 1942年の春から11月にかけての後に恐怖の200日間と呼ばれる時期にドイツアフリカ軍団はスエズ運河そしてパレスチナ方面に向かって進軍しておりこれを受けてサデーはカルメルプランと呼ばれる計画を策定したこれはパレスチナ地域のユダヤ人社会をすべてカルメル山の山中に撤退させるという大規模な計画であった結果として第二次 エルアラメイン海戦において、モントゴメリー将軍の率いる英軍部隊がドイツアフリカ軍団に勝利したことでこの計画は実行されることなく終わった。北アフリカ地域における数軸軍の脅威がなくなると、イギリス政府はハガナー及びパルマッハを非合法化し、解散を要求したが、彼らは秘密裏に活動を続けた。サデーは百四十五年までパルマッハの指揮官を務め、 その後、ハガナーの最高司令官となった。これは、現在のイスラエル国防軍の参謀総長に相当する役職である。1948年に、イスラエルが独立を宣言し、周辺のアラブ国家との間で、第一次中東戦争が勃発すると、ザデーは新たに組織されたイスラエル国防軍に編成された、最初の機構部隊である第8機構旅団の司令官となった。 1948年7月のダニー作戦において、第8機考旅団は、立田空港を奪取し、10月には、弱部作戦、12月には、レ部作戦に参加し、市内半島を進撃した。1949年に第一次中東戦争が、終結するとパルマッハは、正式に解散となり、サデーも、軍から離れ、自身の体験をもとに何冊かの本を執筆した。 サデーは1952年8月20日に62歳でテルアビーブで死去し、遺体はキボツギブアットブレンナーに埋葬された。サデーはパルマッハのメンバーらから敬意を持ってハイコールザキというニックネームで呼ばれた。サデーは優れたスポーツ選手でもあり、ユダヤ人のスポーツ活動にも深く携わっている。ロシア時代にはサンクトペテルブルクで レスリングのチャンピオンになったこともあった。サデーはまたユダヤ人のスポーツ組織、ハポエルの委員として、スポーツ教育の策定に携わっており、今日、多くのスポーツ選手やイスラエル軍兵士が参加するた、ボールんでのレースもサデーが考案したものである。また、優れた、軍事関連書籍に与えられる一白サデー賞は、彼の名を冠した賞として1972年に、制定された。 ありがとうございます。